そうですね。あの、まあ僕らみたいというか、年齢層がまあ近いっていうか、高齢者になったというか、だからまあ同窓会やってるんじゃないもんでね、あ,あ、あ,あ、初心見たなっていう、そういう楽しさみたいなものは、実はありますね。楽しい、懐かしさ、から、まあ、 我々はちょっとあの上の方の年齢なんだけどもあの50代の人たちも60代の人たちもい,いるからあこういうとこが今と違うんだななんていうのも感じたりねだからちょっと震さんをもらったり大将楽しいですよ長く歌うということを意識したことは実はないんですけど うん、まあ今思うとやっぱり健康だったからかなっていうまあうちのエイちゃんの方はちゃんというか,かあの家内の方は代表しましたけどもやっぱり健康であることが一番かなって思いますね、えー、きっとねあのご覧になればお分かりだと思いますけども会場に来てご覧になって。 ああ、そうだ、こんな時代もあったんだ。こういう歌っていうのが、そういや、流行ったね、とか、うん。なんか、少し振り返られるというか、自分の人生を振り返ることができるような、えー、コンサートじゃないかと僕は思います。だから、ぜひ皆さんに足を運んでいただいて、ご覧になっていただいて、ああ、そういう時代もあったねって懐かしいで言ってあげれば、それが、まあ、僕らの仕事ですけども、<laughs> ぜひいらしてください。